だいぶ時間を押してしまって申し訳ありません。座談会を楽しみにされている方にとっては15分ちょっと待っていただきましたけれども、先ほどの、市場のお話から続いて、いろいろとヒートアップところもあるので、こんな形になりました。申し訳ありません。それでは今日のご講演された皆様と、あと丸岡さんに登壇いただいて、いろいろとお話ししていきたいと思います。ました。ありがとうございます。中室さんも、ウーギスさんも、市場の動向に関して、ご意見あると思います。まあ、こんな中、中室さんからお聞きします。今日、三谷さん、ああいった形で、データとして、数字として出していただきました。いろんな根拠があってですね、いろいろデータを集めた形で、出されていてですね、我々、まあ、私なんかもそうなんですけれども、勝手な予測を、勝手に社内で報告したりすることもあるんですけども、やっぱりああやってデータとして出てきたら、説得力があるというか、そういうのがあると思うんですけども、中野さんなんかは、どのように今日、市場の予測に関しては、お感じになられましたか？そうですね。まあ、市場予測、まあ、特に私は金属なので、また樹脂のこう動きとはちょっとまた違うようなところはあると思いますが、ただ、もっとちょっと。伸びていく、ね、予測、今年来年という意味ではあれなんですけれども、全体的にやっぱり伸びていく、金額ベースで材料が一番伸びていくっていうのはね、お話があったんで、楽しみではありますよね。そうですね。材料を売ってる感じからすると、やっぱりもう台数が、国内にある台数の割には動いてないようなイメージもやっぱりどうしてもあってですね。特に DMLM、レーザーのパウダーベッドなんかは、とりあえず1台っていうものだと思うので、一番稼働がちょっと少ない気はしてるか、コントラストがあるっていうんですかね、企業さんに。EB とかは高いので、もうある程度こうめがけて使われてるでしょうし、DD もある程度こうなんかこう目的意識を持って使われてるんだと思うんですけども、まあ、一番大事なのはそういうレーザーのパウダーベッドっていうのはまだムラがあるような気はしてるんですまたね。各社とも、あれですよね、メーカーさん推奨のパウダーからまずは使い出すっていうところもあるので、まだね、他からパウダー仕入れるというのも少し時間差があって、後から売り上げが立つような、ことになるんでしょうかね。そうですね。やっぱそれは当然ありますね。サードパーティーとして入っていくようなイメージなので。ウォギーさん、どうですか？はい。市場ですね。来年。そうですね。まあ、こんなこと言ったら、IT 資産に怒られるかもしれないんですけど、こうなる、ああなるじゃなくて、自分たちがまず変えるって意識を持たなきゃいけないのかなって、まあ、こうなるって言ってるからこうやろうとかじゃっていうことではないような気がしますね。我々まあ、と僕してですがね。やった結果がそういう予測に出てくるっていうふうに、考えていくべきだと思うし、あと伸びない売れないっていうのは、基本やっぱり、やっても儲かんないし、効果がないからやらないだけだと思うんですね。日本の企業さんっていうのは。やっぱりそれはじゃあ、どんな、コスト的な効果があるのか、まあ、その生産性の改善も含めて、やっぱりその生産性っていうのをお金に換算するっていうのを、日本企業すごく苦手なので、特にホワイトカラーの生産性に関してはですね、まあ、そういうようなところをちゃんと、まあ、売る側が数値として示してあげなきゃいけないと思うし、あとはただ単に絵日記みたいなのをペロって出して、やっても日本企業って絶対動かないんで、もっとやっぱディテールな成功事例っていうのを、日記みたいなのを出すんじゃなくて、やるべきだと思います。で、あとは、ちゃんとその成功する具体的な事例っていうのをまず一発作らないと広がらない。で、いうのと、いうふうには、思いますけどね。まあ、伸びない結果は、自分たちの、ちゃんとできなかったからってことで反省してます。予測が外れることに関しなるほど。丸岡さんはどうですか？
反省するという意味ではもっと反省しなきゃいけないんでしょうけど、立場的にはですね、まあこんだけ ずっとやっててですね、まあもちろんまあこれね、どうしても AM 産業ってこう切り取るとまあいろんなこう見方もあるんですけど、まあ先ほど大木さんがね、まあお話になった通り、まあ当然そのソフトウェア 3D データがどうこう扱われていくかみたいなところにも依存、まあ、そこによってもどうなっていくかっていうのは変わってくるし、で、まあ、当然その材料っていうのもね、なんとなく、まあ、これ技術的には私全然分かんないんですけど、今のところ金属のこう粉末系の材料も、まあ既存の材料っていうかですね、まあ、例えば圧縁でも流通してるとか、まあ、もしくはまあ粉末夜勤でもともと流通してたとか、そういったものを AM 用にっていう、こう、製品が多く見られると思うんですけど、まあ、いろんなところで研究はありますけど、いや、その AM じゃないとできないような、まあ、何かこう、画期的な材料みたいなのができると、まあ、それはそれでまた違う、市場もできるでしょうし、だからまあ、ね、AM の機械だけとかね、それだけでこう、どうこうなるっていうことでもないんだろうなと思ってますけどね。うんうん、私、個人的にはですね、まあ、商売柄、そういった生産効率を上げていくために必要なシステムを販売しているので、そういうお客さんのところに行ってます。なので、いい話が多いんですね。つまりお客さんとしてはそのもう生産量が増えてきている。もうラインを増やさなくちゃいけない。こんなコラボレーションをこの会社とやっていて、今どんどん進めているので、こういうシステムを必要なんだという話があるもんですから、そういった話がやはり3年前と比べると今年すごい増えてます。コロナが始まって、その流れが少しその人と会うことが少なくなったとしても、そういったのが増えてきているというのがあるんですが、それがサービス企業さんだけであったらまたそれは違う予測になるんですけれども、メーカーさんがですね、量産アディティブでの量産に踏み込んでいくロードマップをどことは言えないんですけれども、これを話をしたらどこかちょっとこの話をしているだけで自分のことを言ってるなというお客さんがここに来ていらっしゃってるんで言えないんですけれども、そのお客さんがいたり、もう全社レベルでどのようにアディティブを進めていくのかという戦略をまとめようとされている大手のメーカーさんが出てきて、それがしかも1社とかではないんです。数社、すでに声がかかってきているので、今年、となるとまた厳しいんですけれども、来年の予測、再来年の市場の大きさっていうのは、もう三谷さんの予測を上回っていくように、我々やっぱりしていかないといけないなというふうに思いました。ちょっと先ほど三谷さんの時に、Q&A で出ているところをちょっとご質問をつけてみたいと思います。今後、金属積層造形は、航空医療、産業用ガスタービンなど、どのような分野で伸びていくとお考えでしょうかという質問が三谷さんにの時に、上がりました。三谷さん、いかがですか？難しいですけど、私は個人的には医療用っていうのは、まだ国内だとあまり利用されてない。まあ、これからですよね。まだ確か治験の段階にあると思っているので、そこが、市場的には、例えば股関、人工股関節とかっていうところなんかは、金属ですから、まあ、そこら辺が伸びていくと、まあ、いいのかなっていうふうには思っています。そうですね。私どもも、お伺いしているお客さんのところで、そんな話がすごい極的に動いていらっしゃるお客さんいます。それがいつになるかってなったらまた
特に医療向け、うん、こういった承認とか経ていくので、時間かかるんでしょうけれども、なんかそういったダイナミックな動きっていうのは、あったので、ダニさん、ご意見、賛成ですね。ね、航空向けが今ちょっと飛行機飛んでないので、心配するところがありますし、産業ガスタービン、うん、そうですね、こちらの方のエネルギーの方もちょっとどうなっていくのか、心配なところはあるんですけれども、積極的に動いていっているお客さんもいらっしゃいますので、こちらも伸びていくという予測を立てたいところではあるんですけれども、中村さん、ね、こういった質問が来る。予測しておられるとどうですか。難しいですね。まあ、ただ医療はハードルはかなりいろいろあるとは思うんですが、やっぱり期待はしているところです。で、特に人工関節とか、まあ、デンタルとかのクラウンとかですね、ああいうのって意外と日本そもそももともと輸入品にすごく頼ってるマーケットなんですね。私の理解が正しければですけど、その人工関節とかそういうのって日本も9割が基本的に輸入品だっていうような話も聞いたりしてますんで、逆に言うとそのこの M が、まあ、国内のマーケットの、を変えていくようななんかゲームチェンジになる可能性はないかなとかですね、はい、っていうのはちょっと思ったりはしてます。特に航空宇宙なんかは今ちょっと飛行機は飛んでないとかいろいろありますんで、じゃあそうなると今適用事例の多いやっぱり医療関係っていうのは少し期待はしたいなと思います。そうですね、がっていう感じですね。ウォギスさんなんかも航空宇宙なんかにもお客さんいろいろ抱えていらっしゃってて、でもちろん今ちょっとね、厳しい状況ではあるんですけれども、逆に、エンジニアリングなんかをされている部門なんかで、アディティブをね、これからどのように積極的に導入するかっていうような話が出てきているのかなとも思うんですが、そのあたり、ご意見いかがですか？はい。まずは、なんて言うんでしょう。今、ここ数年は、R&D っていうか、その研究開発っていうところを目的にお客さんに金作ってもらってどかどか装置を入れるっていう感じなんじゃないかなって、すぐにやっぱりその物なんて多分作れないと思う。それをまあいかにやるかっていうことで、あとは意外と忘れがちなのはやっぱそのスペアパーツとかリペアパーツとか、やっぱりそういうそのまず1個から1個作るだけっていうようなものとかやっていかないと、なんかわかんないけど100個作るとか、そんな世界を話すっていうのは、もうちょっと後かな、とか、うん。あとは、おそらくエンジンとかガスタービンとかのパーツの中で、M に変えて効果が出るなんて、例えば1000部品中1部品とか、そんなようなもんだと思うんで、まあそういうのとこからやっていく。やっぱりその、シンクビッグ、まあ、スタートスモールアクトファーストか。まあ、そこで、まずはなんか切り出してもらう会社がたくさん出てくることを期待します。今日のプレゼンで出ていたフィギュアなんていうのも、まあ、こういった産業、航空、医療、産業ガスタービンとはまたちょっと、かけ離れているわけじゃないんですけれども、我々はね、3D プリンターでつながってるんですけれども、この航空医療産業ガスタービンの人たちからしたらフィギュアなんてっていうところが残念ながらありますよね。でも実は、ね、すごいなんかこうこれからアディティブを通して彼らとつながるようなところがあると思うんで、僕から見ると一緒ですね。考え方やっぱりそのトラディショナルマニファクチャーに引きずられすぎてるとかっていうのもそうだし、あとはなんだろう、すごい、その生産性で考えると、例えば、フィギュアとかトイとか、まあ、特に下請けですね。めちゃくちゃ安い給料で働かされてるんですよね。だから、そういう人たちっていうのを、やっぱその、で、かといって、じゃあ、アメリカのハリウッドの CG アーティストみたいな人は、何千万も給料もらってるのに、日本ではどんだけやっても、夜中まで働かされても、年間250万しか給料もらえないとか、そういうようなところ、そういう人たちをハイアリングするとか、そういうのも含めてやっぱりその
3D のやっぱりそのデータの活用力っていうのを高めれる人材っていうのはやっぱたくさんあるので、そうですね。うん。人材不足っていうのは、どんだけでもやり方次第で補っていけんじゃないかって気がします。うん。今回のコロナで、そのいわゆる飲食業なんか非常に厳しい、局面に立たされていて、やはり、ちょっと業態を変えないとやっていけないっていうところがあったかと思うんですけれども、やはりそういった、でもいろんなそのタレントが、他の業界や他の業種で、すごく有益というか役に立つということはあると思うので、まさになんかこうアディティブではそんな一例がね、そういったところにあるのかなという気がしました。三谷さんも、世界レベルで見たら、もしかしたらフィギュアっていうのが一つの市場というか、業界かな。で、そこの調査、どなたかご担当されて、もしかしたらないかもしれませんよね。御社の社内の中で。あるんですかね。いや、ないですね。ないですかね。いや、でも、好きな人は買うんですよね。なんか前ニュースでありました。予約販売とかっていうのが、フィギュアの。で例えば何万だったんですけど、まあ、2、3万だったかな。買う人いるんだねって、ちょっと正直私は思ったんですけど、すごい変化起きると思いますよ、ここ数年で。プレイステーション5って多分今度出ると思うんですけど、それがアンリアルエンジン5っていうそのやつを投入するんですけど、それになると、要は、リアルとバーチャルと、もう本当、クロペットつかないぐらいの、ものが、CG の、データが動いて出てくるんですよ。だから、なんて言うんでしょう、この、やっぱり我々の、まあ、アディティブマニファクチャリング 3D プリンティングっていうのは、まあ、ソフトと、データありきなので、そっちの進化っていうところに、もう、引っ張ってもらって、ビジネスっていうのが、まあ、生まれるものが出てくるんじゃないかって気がしますけどね。うんうん、以前というか、こちらのオンラインカンファレンスで、まあ、JMC の方に、講演いただいたんですけれども、そこの部署にですね、CT を専門で、されている部署があって、この前は、オオサンショウウオをこうスキャンしたら、すごいいろんな発見があって、中から、胃袋の中からですね、鳥が出てくるんですよね。なんか、まあ、そんなことがあったり、あと、いろんな生物をこうスキャンされてて、で、それを今度再現するわけです。どのプリンターで再現されたのかちょっとわからないんですけれども、いろんなデータを持っていて。で、それと、まあ、ちょっとつながってはいないんですけれども、ソラタシさんの方で、いつだったかな、半年くらい前でしたでしょうか、カブトムシを実物大で、もう1年くらい前ですかね、すごい虫展っていうので、カブトムシの内臓みたいなのを、うん、透明の中で表現してっていうのがありますね、うん、ありましたね。で、意外とこの芸術系っても儲かるんですよ。まあ、今コロナとかでやっぱ先ほど三谷さんも言われたように、イベント少なくなってるんですけど、間に入ってる、なんつかそういう、博報堂とか電通みたいなところが、すごい、スポンサーから金持ってきて、結構高い値段で造形受けたりとかしてくれるんですよ。ただちょっと今、そっちは今、やっぱコロナで、やっぱり、イベント系やっぱ苦しいんですけど、はい、それ芸術系っていうのは、全然、ビジネスに、我々、ポリジェットのビジネスには慣れてますよね。まあ、あんま競合もいないんで。うん、そうですね。ちょっと今、ニックの吉本さんから、Q&A が来ているので、中村様宛てなんですけれども、軽い気持ちで質問ということです。軽く答えていただければいいと思います。パワーを使う、いわゆる、パウダーベッド方式ですね、PBF の、フィードストックサプライヤーにとって、先ほどの質問でも少し出た DED。つまりワイヤーを使う方式のプリンターは競合先になると思います。パウダーのサプライヤーとしますと DPP に比べた時の PDF ならではの利点などをお聞きすることはできますか。難しいですね。そうですね、まあ、軽い気持ちを答えすると競合とは思っ
ってませんというのは、こっちが優れてるねとかそういう話ではなくて、全く違う領域をカバーし合う技術だということなんですね。はい、ワイヤーっていうキーワードは私出しましたけど、私どもの場合ワイヤーを原料にして粉末を作るっていうことなんで、粉末を使って造形をするか、ワイヤーを使って直接造形をするかっていうところで、明らかに作る大きさだとか細やかさだとかっていうところの求められる部分がかなり違うはずなので、DD のワイヤー、DD で作れないものをような細かいものをパウダーベッドで作るだとか、とかですね、そういうところだと思うので、うん、全く違う領域で補完し合う領域なのかなというふうに思ってます。吉本さんも日記の方なので、プラントとかああいった設計のエンジニアリング会社ですから、大きいものっていうのも視野に入れておかなくちゃいけないの で、 そうです、ね、まあ、こういうご質問なのかなと思うんですけれども、多分大物のところをまず DD で作りながら、例えば接続だとか、バルブだとか分かんないですけども、そういうちょっともう少し細やかな繊細なところをパウダーベッドで一部作って、その2つをこうくっつけてみるとかですね。だから何かしらそういう別な領域だとは思います。はい。はい。ね、ものによって当然 3D プリンターのその方式を変えてものを作っていくので、またいろいろ別の要求事項というのが出てくると思います。うん、吉野さんありがとうございます。丸岡さん、そんな感じで、市場の話ですとか新しい業界ですとか話出てまいりましたけれども、丸岡さんの方で代理店数社、ストラタシスとデスクトップメタル、他いろいろな技術があると思うんですけれども、今後の市場の予測っていった意味では、何かこうご意見ございませんか？特別ね、予測っていうところで、先ほどね、三谷さんのご講演の中で、単に 1.1、1.2 にかけてるように見えるってお話ありましたけど、基本、なんて言うんでしょうね、今のアディティブの枠組みだと、やっぱりそういう予測なんだと思うんですよね。多少そのハードとサービスと材料とでこう割合は変わっていくかもしれないんだけど、トータルすれば、徐々にこう伸びていくと。で、それは理由っていうのは、結局今もずっと話あるように、意外とアディティブってこういろんな産業に関わっていて、で、どっかがすごくへこむと、へこんでも、どっかがプラスになってるとか、そういう、こう、傾向もあるので、で、反面、今ね、グラフとかで、確かに 1.1、1.2 とか、伸び率が 9%、年率 9% とかっていう数字だけ見ると大きいんですけど、でも、ものづくりのとか、経済の全体から見ると、アディティブの関わるところってもうほんのちょっとなので、あんまりそこで社会がこう動いたとしても、そのちょっとの部分はね、そんなに大きく影響されないんだろうなっていうのは思ってます。で、ただやっぱり一つこう見方としては、よく錬金術っていう言葉があって、で、本来のね、ものの価値ではなくて、何かの理由で、10倍とか100倍の値段がついて、こう、売れてしまうことって、やっぱりこう、あるんですけど、で、やっぱり、AM の、こう、一つ、こう、プラスになる要因っていうのは、やっぱりそういう、こう、使い方っていうのが、どれくらい出てくるかと。ただ、なんて言うんでしょう、もう
社会を揺り動かすほど でかいものっていうのは多分全然起きなくって、まあ、ちっちゃいあの話、まあ、先ほど大木さんがご紹介されたウォーターなんてね、すごくあのいろんなこう災害とかそういう疫病だけじゃなくってね、その貧困地域っていうか、まあ、発展途上国の衛生の問題とか、まあ、多分いろんなこう可能性があって、でそういうのはあのもうなんていうんでしょう、で作ってるものは例えばもともとドラム缶を利用してたり、あのそのものの価値はそんなに高くないんだけど、まあ、それをこ うまく組み合わせることによってあの、まあ、桁が違う価値でこう売ることができるとか、まあ、そういうのがその数たくさんできてくると、まあ、自然とその増えていくんだろうっていうふうに、うん、あの思うので、でその数たくさんっていうのは、まあ、つまりやっぱり人間なんですよね。関わる人間が母数が増えれば多分増えるんですけど、うん、そうですね、でその母数を増やす一つのやっぱりポイントっていうのが、これもまあ魚木さんおっしゃったそのやっぱり三次元データを作れる人っていうのが、今まではその CAD がいじれる人っていうところに限られてたところはあるんですけど、あの、まあ、CG の世界、まあ、今までも建築とかは割とどっちかというとそっちに近いあのソフトとかあの CG があるんですけど、やっぱりそういうところのデータがあの AM に入ってくる、そういう人材が AM の世界に入ってくるっていうのは、まあ、大きな可能性があると思いますし、またあの今日はねちょっとあんまり特別は触れられてなかったですけど、やっぱりスキャンっていうあのフルカラースキャンも含めて、あのそういうこうスキャンしたデータっていうのもあの当然こういろいろ使われてくる、まあ、今回あのコロナでもあの私あの自分で書いてるコラムでもちょっと触れたんですけど、あのマスクフィッターって言って自分の顔にぴったりあのマスクを吸わせるあのフレームっていうのをあのまあ、iPhone でこうパートアプリで撮ってもう数秒でその STL はダウンロードできて、まあ、プリントできるっていうのを利用してみたんですけど、まあ、やっぱそういうあのスキャンする道具っていうのもどんどん変わってきますし、まあ、そういった意味じゃデータを作る人が増えるっていうことを、まあ、私は一番期待してる、そこがすごく鍵になるんじゃないかなというふうに思ってます。なるほどね、ありがとうございます。今あの丸岡さんおっしゃられたところの中で、確かにあのこの AM 市場ってすごいちっちゃいんですよね。全体のものづくり市場の中で去年でプロットしたときに、皆さん何パーセントだと思います？これもあのウォルターズレポート見たんですけど、 0.05% ですよ、1兆円で。全体のものづくり市場ってのは1600兆円あるわけですよ。でそれが例えばじゃあ2035年になって、35兆円になりますって言っても、それで 1% ぐらいとかですよ。うん、我々としては、ものづくりの中で 1% 取れたら、もう全然温度字なんですよね、この業界的には。それなのになんか周りの期待は、なんか全てのものづくりをひっくり返すみたいな、変な物差しでやられてるし、そう考えたときに別に結構肩のニット降りるのかなっていうふうには思うんですよね。今 0.5 だから1名出そうとか 0.1、うん、そんな気がしてます。そうですね。三谷さん、あのデータがいった形で市場の予測をするときに、あの IDC の、まあ、グローバル会議なんかもあるのかな、あるいは、まあ、主にアメリカで集約されるんでしょうけれども、そういった意味で日本の市場が、まあ、5% で小さいわけです。で、アメリカはそれなりにあって、50% もないな、40% くらいですかね、5000の1人さん。いずれにせよ、しかも伸び率が向こうは高いと。そういったことに対して、市場を、我々、みんな、ここにいるみんな、アディティブの市場は大きくなってほしいと思ってます。で、アメリカの予測でも、アメリカのどこの機関だったか忘れたんですが、アディティブが非常に注目をされている技術で伸びていく業界領域の一つだということで、どこあれ政府の発表だったのかな、ちょっと私忘れたんですけども、ありました。そういった意味で日本の市場が大きくなっていかなくちゃいけない、その要因、大きくしていくための要因っていうのがいろんな分野に
あります。それこそもう教育から始まりますよね。小学生にプログラムを教えるとか、その小学校に 3D プリンターを置くとか、そういったいろいろな事例がバーッと出ているわけですけれども、なんかそういったところで日本に足りないもの、我々ができること、なんかご意見ない？まあ、今おっしゃったように、やっぱ教育って裾野を広げていくためには、すごい、非常に必要なことだと思ってるんですよ。で、よく、まあ、ちょっと間違ってるかもしれませんけど、例えば学校でパソコン教育とか言っても、学校の先生、パソコンを教えられる人どれくらいいますかみたいな話ってありましたよね。だから学校行ってパソコンできるようになって学校卒業してくる人なんて多分いないわけで。極端な声で言えばもう英語教育なんてそうですもんね。あ、そうなんです。そうなんですよ。だからやっぱりその、ちょっと教育、だからその子供の頃から 3D の発想ができるっていう、立体をものを作るっていうの。で、なんかちょっと前に、お話しした人が、インターナショナルの幼稚園、日本の。だと、3D プリンター使って、ものを子供が作ってるっておっしゃった人がいたんですよ。うん、インターナショナル幼稚園ですかね。うん、それってすごいなと思ったんですけど、アメリカなんかやっぱりそこの裾野がすごく広いっていうか、公民館とか図書館みたいなところに 3D プリンターがポンと置いてあって使える。まあ、中国も学校に全部配るっていうプロジェクトが多分今まだ進んでるところだと思うんですけど、だからそういうことをやっぱりやらないとなかなかその人材育成にならないっていうのがあるんだと思うんです。でもさっき大岸さんがおっしゃったこと面白いなと思って聞いたんですけど、そんな製造業の全部が変わる必要ないですよねっていうのはそれは同感です。だからその一部でも変われば製造業のその大きい市場の中のちょっとでも変われば市場って結構大きくなりますよねって思うんですね。だからその全てが変わる必要もないし、だから適材適所じゃないですけど、まだ使われてない部分で 3D プリンターっていうか AM が活かせるところって絶対にたくさんあるなって思っているので、そこは、まあ、皆さんが頑張るところかなみたいなとこですね。まあ、いいですか。今おっしゃったことすごくやっぱり大事だと思いますね。で、さっきからやっぱりその AM の市場ってそこだけ捉えるともうちっちゃい、もう誇りみたいなもんなんですけど、でもね、例えばその GE がそのジェットエンジンのノズルを AM にしましたと。で、それに使われる機械とかね、まあ、材料とか、まあ、それの額なんかは、もう本当、誇りっていうか、まあ、塵みたいなもんだと思うんですよ。だけど、あれをエンジンに全部つけることによって、例えば燃費が上がりましたっていうふうになったら、それのその、いろんな効果、その、もちろん、エネルギーを少ないとか、交換する頻度も減るとか、そこのそのレバレッジって、まあよく言いますけど、そのちっちゃい変化で、こう、テコの原理で、その先の作用するとこはものすごい でかくなるっていう、まあそういう、ケースを考えると、その AM としてのその、サイズは小さいんだけど、まあなんかこう、全体に与える、こう、影響とか、他の産業がなんかすごくこう、変化する、こう、ちっちゃな、こう、起爆剤みたいな役割っていうのが、AM にはまだ残ってるんだろうなと思って、私は、まあ考えてるんですけど、まあ私が考えたところで何も変わんないんだけど、そういう考えをちょっとこう、発想してくれる人が増える、のが、まあ、一番こう期待するっていうか、まあ、我々逆に増やしていくように、もう我々も発信していかなきゃいけないなとは思ってるんですけどね。そうですね。我々みんなこのアディティブの業界にいる人たち、その自分の、会社の製品やサービスを販売するためにいろいろお客さんのところ行って、お話したりするんですけれども、結果的にお客さんの方がまだそこまでの知識を咀嚼できるだけの土壌がなくて、結局その我々が
もう一般的な 3D プリンティングとか、あの積層造形のこととかお話しするような機会があって、結構一般的な話をする機会が非常に多いんですね。で、やはりここで今、あのこの瞬間54人の方聞いていただいていますけれども、皆さんおそらくそんなあの段階があって、やはり知識を我々が吸収して、で、我々がこれからの世の中、こういうふうになっていかなくちゃいけないっていう、その、今はそのコロナのこともありますし、で、それしてこれからその地球温暖化に対してどういうふうに構えなくちゃいけないのか、環境に対してですとか、もういろいろなことを深く、広く深く考えて、そして決断していく、その中の、ほんのその中の一部のアディティブなんですけれども、それでもそういったところで、お客さんのところで、皆さんと一緒にね、いろいろなお話をしていければなと思うんです。その一環の中で、私なんかも、3D プリンターのメーカーの方と、それこそ大木さんと、お客さんのところ一緒に行って、いろいろな話をしたり、で、そこで、我々のことじゃなくて、ああ、その要件なら、この会社ができますよ、とか、そんな、いろいろな、情報の共有をすることによって、その、新しい世界、いい世界へ、少しでも近づくことに、少し加速させながら、そんなことを一緒にしていきたいなと、なんか何言ってるかなんか分からなくなってきたんですけれども、ちょっとそんなことをいつも思って、お話しして、います。中野さんなんかも、やはりその材料、すごい実績のある材料を販売されているんで、アプローチはすごいしやすいと思うんですね。ただ、まだやっぱりどんどん使用量が増えて、行く、そんなお客さん、見込みのお客さんもまだまだ現れるのは少し時間かかりそうかなというところはあるんですけれども、そうですね、アプローチしやすいというか、信頼感はあるので、品質で後からすごいおかしい、聞いたなと違うみたいなこと言われることはないと思うんですけど、逆にある意味行ってみないと分からないところかなりあってですね、プリンター持ってるらしいという話で、飛び込んでみてもですね、あるいはプリンター回してる手で話をすると全然粉って変えていいんですかとかですね、いや私に聞かれても困りますみたいなとか、そういうところから、そこからですかみたいな話があったり、逆にはたまたそういうパターンかなと思ったらすごいやってる人だったりとかですね、もう言ってみないと正直分かんないことが非常に多かったりはするんですね。今回このコロナのおかげでオンラインで人と話すという習慣が新しく生まれたので、もうそんな形でどんどんね、いろんなお話お客さんにしていただければいいと思いますし、私もね、こういったお話今回聞けたので、金属売っているところで御社のねお話もできることになるので、今日本当に講演いただいてありがとうございました。ウォーリーさんもそういった意味では世界で売られているわけで、そのウォーリーさんはもちろん日本ご担当なわけですけれども、そのグローバルな営業会議なんていうのもあるのかなと勝手に思ってるんですが、そういった市場の予測のお話なんてされること結構あると思うんですけれども、いや、めっちゃ細かいデータ持ってますよ、本社。ビビるくらい、うちの本社、出せませんけど、市場の予測とか、そうなんですね。どうですか、でもやっぱりコロナが来て、少し良くないデータっていうのは出たりしてきているんですか。いや、データって多分ね、コロナに対する予測って多分できないんですよ。なんか、ニューノーマルですよ。わかんないじゃないですか。自分たちで作っていくしかないんじゃないですか。そうですね。でもね、今、ね、調子悪いですよ。やっぱり。欧米が特に。それは機械販売の方ですか、それともサービスビューとかメーカーさんが作る量が減ってる。材料販売ね、なんか見てると、材料の売上高見てると、そういうのも見えるかもしれないんですけれども、全体的にやっぱり落ちるもんなん。いや、お客さんがね、今、
止まってたりするから、止まってたりしたっていう方の方がいいのかもしれないし、自分たちも止まってたりするし、っていうのは、ありますよね。で、あとは、まあ、逆に何だろう、日本国内だけで見てみると、やっぱ補助金とかもうちょっと頼りたいですよね。期待したい。うん。ああ、そうですね。そういった意味でも、あれ、御社とかでしたっけ、補助金こういうふうに申請して、こういうふうに使えますよ、っていうようなね、ウェビナーなんかでも。ものづくり補助金ウェビナーは、まあ、我々もやってますし、ガリデンさんでもやってたりもします、するでしょうけど、あとちょっと先ほどちょっといろいろ教育とかって話とかあった中で、僕ちょっと今日プレゼンで、サスティナブルデベロップメントを、SDG ですよね。SDG ですね、ゴールって話したんですけど、まあ、まさにそこがね、環境問題とか、いろんな、ことを言ってて、まあ、ここに、やっぱり乗っかって、AM も乗っかってると思うんですよ。だから、はい、まあ、ただ、まあ、我々自身がやっぱり、伸ばしていかなきゃいけないっていうことで、まあ、過去の通例にとらわれず、変革を起こしていく必要があるのかな。うん、で、当然自分たちだけじゃできないんで、まあ、代理店さんとか、他のメーカーさんとか、あとまあソフトなんかやられてる西村さんとかも含めて、どっか具体的な客作って、ガーンとなんかでかい事例作ったら、日本人なんて大体人がやってるの見てなんかこう、俺もやんないとみたいなになっちゃうから、やっぱそれ多分ね、ファーストペンギンみんななれないんですよ。セカンドペンギンなんですよ。だから、まだファーストペンギンはやっぱりみんなで作って、やっぱ市場を作りたいですよね。うん。そうですね。どこがいいんだろう。今のお話、すごいなんかあれなんですけども、結構動いてるとですね、材料で、意外とやっぱりやってるなっていうプレイヤーは、各業界、ちょっとずつあるんですけど、うん、皆さん、すっごいやっぱ秘匿されてて、で海外ってすごい、それ、どうビジネスにつながるんだろうみたいな事例も、結構パン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 こう、うん、ニュースに出てるじゃないですか、ね、逆にこれ誰が流してるんだみたいなニュースもたまにあったり、あんまり言っちゃいけないですけど、フェイクニュースも結構多いんですよ。それはそれでありますよね。ただなんかそういう事例とかでも今まだそういうのをやってますっていうのが少し SDGs も乗っ取った広告効果もやっぱりある程度まだ生まれるとは思うんですけど、なんかそういうこうアクティブに外に発信するようなユーザーさんがもうちょっとこう日本の企業名で各産業1社ずつとかでもちょっとずつこう出てくると、うん、もしくは競争してる絵が見えるとかがあるとすごくこうなんかこう全体をこうずずずっとこうそうですね気がするす、ね、作りましょう。メーカーの方も結構いらっしゃってます。また登録リストでいろいろ判断したいと思うんですけれども、見たいと思うんですけれども、いつもメーカーの方ある程度 の割合で来ていただいていて、もちろんその皆様も社内でいろいろ説得しなくちゃいけないっていうところがあるんですが、我々としてもそういった皆様を応援するような材料情報を整えたいと思いますし、ぜひ我々みんなここにいる50名皆さん頑張って一丸となってですね、市場を何とかして大きくしていく努力を一緒に続けていって、で、三谷さんの予測をですね、上の方向にこう修正してもらう、いい意味で裏切りましょう、いい意味で伸ばして、くれましたねと、もっと良かったです、うん、いうふうに三谷さんしていきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい、ぜひ今皆さんおっしゃったように、日本の企業ってなんかもう買ったものは内緒だし、何に使ってるのか内緒だしっていう、まあなんか秘密主義なので、本当に事例が出てこないっていうのが、やっぱり一つ阻害要因にはなってると思ってるんですよ。出したからって同業の人がすぐ真似なんかできないっていう自信を持ったらどうですかって思っているんですけどね。そうですよね。ぜひそんな感じで、中室さんも、小木さんも、丸岡さんも、お客さんに言って出しましょうよという形でうまくね説得していって、
こんなふうなことがやってますよという話をもうどんどんね、広げていって、あまりフェイクニュースは出したらダメですけれども、うん、どんどん欧米化ではないですけれども、外に向けて発信していくっていうのも、いろいろこういったテクノロジーの力を借りながら進めていけるといいですよね。はい。それではもう、お時間5時過ぎましたので、今日の、オンラインカンファレンス、そして座談会、終わりたいと思います。ありがとうございました。西村さん、次回は8月は 何日でしたっけ？そうなんです。基本的に8月の最終金曜日の午後で、させていただきたいと思っています。なので、8月の28日、8月28日の午後、また1時からにしたいと思います。いつも、うちのアナウンスがですね、2週間前から始めたりして、遅れちゃってるところもあるんですけれども、もう少しアナウンスだけでも、先に出して、カレンダーインバイトだけでも先に出して、皆さんのそのカレンダーをブロックして、っていうのもね、ちょっと考えてますので、またご協力いただきたいのと、あと、スピーカーの方ですね、すでに、出し受けているのが数社あるんですけれども、また我々で、こんな話を聞きたいっていう意見また出てきますので、そういったものを見ながら聞いてみて、でそれでお話ししていただけるようであればまたしていただきたいなと思ってます。はい。それではこの後またリモのこの場所はずっと夜まで置いてありますので、ノミニケーションでも結構ですし、また雑談等でも結構ですし、使っていただければと思います。はい。それでは皆さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは今日はこれで失礼いたします。